ロムさんの2023年の何か野望っていうのはあるんですかは2023年にとんでもないアルバムが出るんでそれはもう皆さん絶対チェックです現時点でアルバムのタイトルとかっていうのはホワイトブルーそこにはどんな意味がいやまあなんかホワ,イトホワイトも綺麗じゃないですかでブルーも綺麗なんでなんか 心が綺麗でなんか曲も汚いことじゃなくてなんかこうみんなもうヒップホップ限らずヒップホップ好きな人がもう好きじゃない人も聴けるような曲を作りたくてでも本当綺麗っていうイメージで決めました実際にホワイトブルーな感触はじゃあもうロムさんの中ではつかめてるってことですよねつかめてます お二人から聞いてもホワイトブルーな内容ですか。